俺のことを、うん、本当に全部受け入れてくれる女性が欲しいんだよ。はい、こんばんは。お前らが会いたくてしょうがないブチギレブチラです。何笑ってんだお前。登録者に向けて喋ってっからな。たまたま見たやつに向けては言ってねえよ。だからたまたま見たやつでなんだこいつって思ったらすぐ出てけよお前、気持ち悪い。おめえが勝手に迷い込んでんだからな。はい、ということで今日もお悩み相談室やっていきたいと思います。特に喋ることもないめんどくさいのでもう早速スタートしていきます。よろしいですか。はいはい、はい、こんばんはブチギレブチラです。はい、こんにちは。今日、なんでビデオチャット終了してんだ、今このタイミングでこいつ。おい、なんで切った。あ、オッケーオッケー。じゃあ、早速、高校生っつったっけ。はい。あ、悩み教えてもらえるか。私は、おう。LGBTQ の該当者なんですけど。はいはいはい。だから、お前はゲイで、好きになる人は大体みんなストレートな人だってことだな。はい。だから、なんか、大人になってから、マッチングアプリとかに、ああ。出た方がいいのかなって。なるほどな。それ、あれだろう、その、高校生だから、その、結局男性が好きで、で、男性の中にストレートの人しかほとんどいないから、ストレートの人ばっかになっちゃってるっていうだけなのか、はい、それともその、女性を好きな男性しか好きになれないのか、どっちだ。出会ってく人たちがほとんどが、女性を好きになるみたいな感じです。ああ、そうだよな。はい。まあ、じゃあもう、めちゃくちゃ、もう、イージーな話になっちゃうけど、もう、それしょうがないよな。物理的にあんま、だってゲイを公表してる人もいないだろ。確かに。お前はしてんのか、その友達には。友達には、関わる人に言ってます。へえ。まあ、喋り方でなんとなくわかるもんな。何が面白いんだ、てめえ。普通のこと言ったんだろ、今。いや、普通のこともいいんだな、と思って。普通のこと言うわ、うるせえな、お前。お前が普通とかを言い出すな、お前。普通とかはそういうの壊していく側の人間だろ、お前は。はい。はいだよ、ほんと。でも、高校生だもんな。高校生にマッチングアプリはさすがに俺進めるほどバカじゃないんだよな、その、だから。まあ、どうするかな。まあでも、マッチングアプリはダメだけど、まあツイッターとか、そういうもので発信していくのはありっちゃありだけどな。ああ、なるほど。ちなみに付き合ったことあんの今まで。付き合った、付き合うっていう形じゃないですけど、肉体関係持ったことはあります。それは誰と誰とっていうか、どういう関係の人と小学校6年生の時に。待て待て待てびっくりしたわ。もういい、もういいわ。もうお前もどうせ顔持つってないし、行っちゃえ行っちゃえ。小学校6年生の時にちょっと仲良くなった友達と、お中学校1年から3年間まで、おフェノラをしたりとか。フェノラ実際に、中3の時に、ちょっとトイレを借りて、おやろうとまでは言ったんですけど、お向こうが嫌がったんで、入れずに終わったんですけど、お中3までで、その肉体関係持ちました。やってんね。ありがとうございます。あの、もう結論から言わせてもらうと、お前だいぶリア充だからもう二度と相談してこないでもらえるか。もうその一瞬その LGBTQ とかっていうワードが出て困ってんのかなと思ったら、あのだいぶうまくいってるぞお前。だからもう大丈夫だよ。わかりました。なんかゲイであることでの悩みとかないんだな、他に。ないです。使えねえな。考えたらわかんなら大体こういう動画撮ってて、お前ゲイって出てきたらお前なんか深刻な悩み言ってよお前が。で、俺がお前熱い心が涙しちゃうようなお前的確なアドバイス言ってよ、お前いい動画だったなってしたいのに何にもならねえじゃねえかお前。じゃあとりあえずどうだ、俺は男性としてどうだ。男性としては、うん。ああ、そうかそうか。あ、まあ俺の性的思考と違うから俺は全く何とも思わないけどな、お前に言われても。うん、申し訳ないな。大丈夫です。じゃあ、お互いこれから頑張って、素晴らしいセックスライフを送れるように頑張ろうな。はい、頑張ります。ああ。じゃあ、また何かあったら相談してくれ。はい。はい、じゃあな。ありがとうございました。はい。なんで最後顔映すんだ、お前。
めちゃくちゃ最後がっつり、まあ、言っちゃう、じゃがいも系の男をつったぞ、最後。なんか女性的な方のゲイ想像してたら、めちゃくちゃ最後芋っぽいやつって言ったぞ。いや、びっくりしたな、ゲイのやつで。うん、結局セックスの話してただけだったかな。こういうことしたいんじゃないんだよな、俺は。もう次行こう。あ、もしもし。いや、もしもしって電話じゃねえんだよ、バカか、お前。面白い出だしで来んな、お前、気持ち悪いな。はい、こんばんは、ブチユージャンス。あ、こんばんは。はい、名前は、うんこブリブリステーションで。お、ふざけんな、お前。りょうたが喜んだだけだわ、今、横で。本人です。お前かよ。お前がうんこブリブリステーションなのか。はい。お前、どういう気持ちだ、お前。名前があそこまでウケると思わなかっただろう。はい。りょうたの顔も見たいか。あ、はい。りょうたの顔も見せてね、お前。どうだ、思ったよりおじさんだろ。はい。じゃあもう今日はいいな、これで。いや、ね、なんだ、悩みなんだ、言ってみろ、じゃあ。初め、25年で初めて彼女ができたんですけど。おお、よかったじゃねえかよ。はい。あんまりタイプじゃないんですよね。はい。なぞなぞか。好きじゃないのに作った彼女なんでだみたいなことか。なぞなぞか、お前。おい、なんか初めてでき、なんもうちょっと楽しいのかなと思ったら、ああ、なんかそこまで楽しくなくて。どういうこと。だってまずなんで付き合ったんだよ。まあ、友達の紹介で、うん、知り合って、で何回か遊んで、あ、これワンチャンいけるんじゃないかなと思って、ああ、で、なんか友達に聞いたら、なんか、まあ一応彼女いない歴25年をリセットすればいいじゃないみたいな。はい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 。で、付き合えたんだよね。お前が告白したのか。あ、はい。喜べや、お前、人生で初めて彼女できたんだから、もっと。いや、なんか。その時は嬉しかったのか。いや、なんか、正直言って、なんかこれいけるなと思ってたんで。うん。なんかそこまで嬉しくなかったですね。ああ、なるほどな。はい。で、もう結果その後付き合ってもそんな思ってた、なんか、これがみんな付き合うってこんな感覚なのかってなっちゃってるわけだな。はい、なんかみんな友達とかでも遊び誘っても、あ、今日彼女だわ、みたいな。はいはい。なんか楽しい、そんな楽しいんだ、みたいな。ああ。付き合ったことないんで。ああ。いざなんか付き合ったら会うのもめんどくせえな、と思って。あの、お前みたいな、いいやつそうなやつからそのワード怖えんだよ。で、ちょっとな、まあ、恐ろしいこと言うけど、俺は恋愛知識は全くないから、一回りょうたに聞くわ。はい。どうしたらいい、これ。俺が思ったことはな、うん、俺もほとんど彼女いないから、うん。だから彼女いない側から思うことは、初めてできたんだったら、もう、非常に、もう絶対ダメな意見かもしらんけど、こいつのことだけ考えて言うなら、まあ、女性を知るって意味で、そういう意味でもうちょっと付き合ってもいいんじゃないかって俺は思ってる。あ、はい。うん。俺はな、だけどこれは、はい、俺らは、俺とお前は同じ人種でその彼女ほとんどいない側だからな。はい。これは、多分頭のおかしいやつの意見の可能性が高いからな。あ、でも結構みんなからそれ言われますね。あ、それはじゃあ、お前らの周りがみんな頭おかしいっていうだけだから。一回、まあ、まともな亮太の意見を聞くから。お前はどう思う？これは友達だったら。お前のだって大親友だぞ。うんこブリブリステーションだよ。お前がここ数年で一番笑ってたぞ、お前。どうしたらいい？いや、タイプじゃないってことだもんね。まあタイプじゃないんだよな。あ、はい。うん。お前も結構ブスな彼女と付き合ってきたじゃん。え？ブスじゃないよ。別に。ブスじゃないよって、この間だってアイドル二人組がテレビ出てて可愛いって言っててさ、昨日。じゃあここにお前元カノの誰々が真ん中にゲストって映ってたらどう思うって言ったら、なんか下がれ下がれって思う。ごめんな、もうちょっと待ってくれよ。うん。でも好きは好きなの？いや、なんか、好きになろうとはしてるんですけど、あまりやっぱ興奮はしないっすよね。なるほどな。いい子なんすけど。はい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 。その子のために別れてあげましょう。
言うと思ったよ。それしかないよ。あの、りょうたは本当に、あんまなんかこんなこと言うのこっぱずかしいけど、本当にただの優しいやつだから正しいと思う、それが。はい。いやー、わかんねえなー、これはなー。もう一回トライして、だから、じゃあ半分、この俺の案と、りょうたの案の間を取ろう。はい。もう一ヶ月、お前も全力で向き合って愛してみる。その一ヶ月は、女性を知るっていう経験値にもなるし。はい。で、その一ヶ月で無理だったら、そんな長くその子の時間をお前が奪ってしまってもね。はい、やっぱダメっす。うん、それはダメだろ。だってそもそもうんこブリブリステーションって名乗ってるようなやつ、彼氏が。本当はその時点でアウトなんだからな。ならまあ、今の案でどうだ？大丈夫だと思います。うん。ちょっと、これからクリスマスもあるんで。そうだな。はい。ちょっとクリスマスだけ経験してみろよ。はい。じゃあ最後あの、大きい声でうんこブリブリステーションって言ってもらえるか？実家だと思うけど。はい。うんこブリブリステーション。ああ、りょうたが喜んでる。ありがとうな。じゃああの、とりあえずまたあの、いいタイミングであの、うんこブリブリステーションって名前、あの、生配信で期待してるから頼んだぞ。あ、はい。うん。じゃあありがとうな。いっぱいします。うん、いっぱいするっていうのがうんこいっぱいするみたいになっちゃってるけど。まあいいわ。じゃあな。最後にりょうたさん。おう。うん。と、もう一回見たいです、顔。なんでだよ。手をこうじゃなくて、こう振るタイプ。やば。こんばんは。こんばんは。ぶち切れ宇治原です。はい、じゃあ名前は？ももって名前で。14歳。中 2? 中2です。うん。じゃあとりあえず早速なんだ悩みって。今ちょっと男性と連絡とかを2ヶ月ぐらい前に取ってて、でそれで私彼氏いるんですけど。あ、待って、彼氏がいるけどそれ以外で男性と連絡を取っててって話だな。はいはいはい。それで、それでちょっと彼氏がいるのにその人のことをちょっと好きになってしまって。あら。うん。彼氏とは1年ぐらい付き合ってて、うん、でもなんか素が出せなくて、いまだにその彼氏に。はいはいはい。ちょっと可愛こぶっちゃうというか。で連絡とかも最近してなくて、うん、ちょっと冷めてしまった部分もあって。ほうほうほう。同じ学校の人で連絡を取ってて好きになってしまったみたいな。その連絡取り始めたきっかけは何なんだよ。同じクラスで、うん、でなんかいきなりなんか LINE が来て、うん、でそれでずっと LINE してたら。なるほどな。じゃあまあ多分予想だけど、向こうの男の子がちょっとお前のこと気になって LINE 聞いて LINE してきたって感じなんだろうな、多分。わかんないけど。あ、それでまあまあまあ、じゃあとりあえず整理すると、彼氏いるけどその別の気になる人はできたっていう話だもんな。はい。うん。そっちに乗り換えればいいんじゃないか。いや。何が悩みなんだよ。だってお前の意思はもうそれだろ。別に別れるのはいいと思うんですけど。うん。初めて付き合って、うん、なんか別れるっていうのがちょっと。あ、初めてだからちょっと。別れ話がちょっと怖くて。なるほどな。何怖いなの？やっぱこう自分。やっぱ別れるって言ったら向こうにとってはショックなことを伝えるわけだから、それを言うのがちょっと怖いんだな。はい。なるほどな。じゃあとりあえずもう毎回言ってるけど、普通の大人が言うぐらいの普通のアドバイスするけれども、お前がその、相手にもう別れましょうって、ショックなことを伝えるね、行為が初めてのビビりよりも、振られることの方が辛いから、そんぐらい我慢しろや。そのお前が伝える恐怖ぐらい我慢しろ。相手からしたら振られることの方がガーンってなるぞ、お前。ああ。そう考えてみろよ。で、お前は好きな人の元にそれでいけるんだから、お前は幸せになれるんだから、もう、その最初のな、その、もうその頂上の素晴らしい景色見たいんだったら、もうそれ頑張って登るしかねえって。ちょっとかっこいいこと言っちゃったな、今な、俺な。なあ、そうでもないな。だから、どうだ？今の聞いてもちょっと勇気は出せないか？ちょっと。だって別にお前間違ったことしてないんだからな。もしかしたら振られた方は、付き合ってる最中に連絡取るなんてひどいって言うかもしらんけど、そんな人無数といるからな。そういうもんだからな。そりゃ。それはしょうがないからね。で、じゃあ黙って、嘘で、
付き合い続けたって何の意味もないんだから、もうしょうがないだろ。お前ができる唯一のお前との人間として正しい行動が事実を全て伝える以外ないです。ちゃんと。それを受け入れる。あなたも、それが怖いかもしらんけども、行けよ。はい。その方がいいよ。じゃないとさ、それをなんか、振るのをめんどくさいとかちょっと怖いと思って、変な形で濁したりして、んで同時進行で付き合っちゃったりとかしちゃったりしてね。そういうのを避けるためによ。んで、よりなんかお前が一応ルール上ダメな人みたいになるぐらいだったら、今それで言うのはルール上何にもダメなことしてないもん。だから怖いかもしれんけど、そうしろよ。はい。どう思った今、アドバイス聞いて。率直に。はい。期待外れっていう顔してないかお前。してないか大丈夫か本当に。じゃあ今何を言おうとして引っ込めたんだよ。よかったです。信じるよ、お前の言葉を、じゃあ。じゃあ、ちょっと一回練習してみるか、俺、彼氏役やるから。はい。あ、桃、あ、どうしたの？急に呼び出して。ちょっと好きな人が、できて。好きな人ができて。好きな人って俺以外にか？はい。だからなんだよ、冷めてしまったから別れてほしい。やだー、別れたくない。何弾いてんだお前。一番めんどくさいケースを想定してやってやっただけだろ俺が今。まあちょっとごめん、自己満足だったらいいわ、もうこのくだりは。でもちょっといけそうか、断れそうか、ちゃんといけると思います。ああ頑張れよお前、それに、変にごまかしたらなんか変な感じになるぞ。ちゃんと言えば大丈夫だからな。よし。はい。じゃあ、ちなみに、お前から見て俺は、こう、男性としてはどうだ？どういうことですか？もういい、答えなくていい。かっこいいです。あ、かっこいい、そう、それを言ってほしかったのよ。うん。だけどもう遅いから、一回間ができちゃったらもう俺は信じれなくなっちゃうから。はい。うん。次はスピーディーに答えて、次聞いた時は。はい。じゃあこれからも生配信とかやってくから見に来てくれよ。あ、生配信見たことないんですよ。なんだお前。なんでだよ。アーカイブしか見たことないって。まあいいわ、じゃあアーカイブも一応見てほしいから、アーカイブで許してやるわ、じゃあ。はい。じゃあ新しい彼氏ができたら、新しい彼氏に、まず一番最初に、この人のおかげで、私たち今二人でこうしていられるんだよ、つって、全然再生回数回ってない、俺が奇数顔をしてる動画があるから、それ見ろ、二人で。それでいろんなキスの種類を紹介してるから、俺の弟子が。それを参考に、大人になったらチューしてくれ、いっぱい。うん、ごめんな、わけわかんないこと言って。じゃあ終わりだわ、ありがとうな。あ、待ってください。なんだよ。なんで合格したんですか？え、お前が？はい。おもろそうだなと思って、その彼氏いるのに、誰か好きになっちゃったの、しかも女子、14歳ってことで、なんか14歳で濃厚な恋愛してんなと思って。だ興味深いから、それで合格した。ありがとうございます。ちなみに俺は付き合って5日後に彼女に振られて、その後、その女の子は2番目でもいいなら付き合ってあげるよって言われて1年間付き合ってたことあるんだけど、そうすると恋愛価値観が全て崩壊しちゃうから、そういうことだけはしないであげて。女性のこと信じれなくなっちゃうから。はい。じゃあ頑張ってくれ。はい、ありがとうございます。ありがとうな。はい、もも。14歳にして、まあね、彼氏がいるけど別の人を好きになったということで、非常に普通のアドバイス、かつ正しいアドバイスをしました。なんかやっぱちょっと恋愛の話聞きすぎて羨ましくなってきちゃったな。ちょっとそろそろ彼女募集とかしたいな。まあ彼女募集は無理だな。友達以上恋人未満を募集したい。セフレってことではないんだよ。セフレじゃん。いや俺だって別にセフレが欲しいわけじゃないの知ってるじゃん、見てて。まあね、まあまあ、まあ、そうだろ、うん、俺のことを、うん、本当に全部受け入れてくれる女性が欲しいんだよ。
いや笑ってるけど、お前らはその役割お母さんが担ってんだろ。そうだろ、お前らは母親が、俺なんか母親に見捨てられたようなもんなんだから。はいはい、なんか気使って笑ってるからいいや、もう二人が。はい、今回も、お悩み相談室以上になるんで、またインスタグラムで募集するからどんどん送ってこいよ。で、募集した時は悩みを具体的に書けよ。こっちもこんなこと言いたくないけど、取れ高想定して選んでんだからな。好きな人ができないとか、そんな単品でお前こっちも選ばないからな。はい、じゃあ以上、またなー。